皆さんこんばんは。艦隊コレクションとかけまして黒歴史と解きます。その心はどちらも後悔がつきものでしょう。ということでですね、うまく整ったところで、告知というか、お知らせというかですね、まあ艦コレから入ってくださった皆さんにはまあ関係ないと思いますが、そろそろですね動画投稿容量の限界が来ましたので、ダークソウルの動画をですね、削除します。もしですね、ちょっと待ったという方がね、もう、まあ、前の動画の方でですねダークソウルに触れた時もコメントなかったんで多分今回もないとは思いますけれども、ちょっと待ったという方がねもしいましたら、万が一にでもいましたら、まあコメントの方で打ち込んでください。少しでも待ちます。でもいずれにしろですね、もう動画容量の限界が来れば削除するので、そこはご了承くださいということです。それでですね、今日何をするかと言いますとですね、レベル上げを最初してたんですよ。いすゞながらの、レベル上げをですね1で増したんですよ。そしたらですね、まさかの事故でですね大破しちゃいまして2つともで、今ちょっとぐっすり寝てるところなんで、深海域にどうせなら殴り込みをかけてやろうと思います。もう突破するつもりとかそういうのなしにね。でもう一人でも、もう勝敗一人でも出た時点で帰る予定でいます。それでですね、艦隊を今新しく組み直しました。で新しくですね、多分、この動画で獲得したところは撮ってないですね、妙高さんが来てくださりました。他にもちょっといろんな艦娘の、ね、みんなが来てくださったんですけれども、それはちょっとまた後ほどというか次の動画というかいつになるか分かりませんが、まあ、とにかく説明しようかと思います。でちなみにですね、艦隊名変えました。これ多分ですね、文字数更新したら全部入んないと思いますけれどもね、これですね、このビーズ風にっていうのはね、発音しないでください。あのビーズのね名曲の願いっていうのにですね合わせて、このあとはこのモネでチンスクしたいと読んでください。あ、ちゃんと発音もちゃんと読んで して読んでくださいね。はい、よく考えたらこれおっさんしかわかんないか、このネタね。いけん、ニコ動って若者の場合やったね。ごめん、今の忘れて、うん、今のなかったことにして、編集ソフトがあればカットできたのに。で、あと、あ、そうだ、もう一個大事なこと、この機関初雪になってますが、もともと初雪はやつですね、深海域に連れていく気はありません。で、深海域に連れていくのを、ちょっと録画始める前に誰を連れていこうかな、誰を連れていこうかなとちょっと悩みました。でもそこはですね、やっぱ機関のポジションがあるんで、やっぱ経験値がうまい方がいいと。それを加味すると、じゃあ誰入れるべきか、クマでしょということで、クマに入ってもらえばと思います。もうレベル10、もううちの艦隊の中ではねかなり強い方ですけれどもね、まだまだ強くなってもらわないといけません。なので連装砲ね、積んで強くなったクマ、はい、もう一発強くなって、もう一発良い感じだクマ。ほう、2発目来るとふーんと来るだけやね。ええよそれ、俺の大好きなヨルムンガンド。おっ、遠征から帰ってきましたね。艦隊が戻ったの？作戦終了みたいよ。ちょっとこう竜田姉さんのこの耳でささやかれるような声、僕結構好きなんですよね。なんかこう身元でこう息がかかるみたいな感じがすると、おうってなるの分かりませんか？分かりませんか？はあ、すいません、分からないですよね。じゃあ補給室、じゃあもう一回出ていこう、出てもらおうと思います。じゃあまず遠征、ごめんなさいね竜田姉さん、激務でね、お疲れでしょうがね。じゃあ海上護衛任務はちょっと時間の都合がよろしくないので、そうですね、じゃあ警備任務もちょっとたくさん数を こなしてもらいましょう。よし、じゃあもうどんどんね、竜田姉さんの指導のもとね強くなっちゃってください。呼んだクマ、じゃあ行きましょうか。深海域、出撃、南西諸島海域のカムラン半島、よし行くか。おお、高速修復剤が出るのか、道端で。で、なかなかいいね。よし、出撃するクマ、行ってらっしゃい、行ってらっしゃいって、俺もついていくんか。なんかえらい右側が空いてるけど、どういうこと？隠しとかあるんじゃないの、あれ。怪しいんやけど、すっごい右側が、なんか急にこう羅針盤が
トランスフォームしてさ、こうなんだこのルートはみたいな、そんな展開があるんや。お、アガリさん、よし、失ってないね。先手うわ、でも強い。いや、あのね、前評判はね、大飯ぐらいなんだけれど、その分の働きがきっちりとやってくれるとね、そういう評判をいただいているね、アガリさんですね。お、よく考えたらこれガチ編成だから、あわよくもこれいけるふうないけ、艦隊名ですげえ損してる俺。ビーズ風にアタゴノで終わってる。この勝利で慢心してはダメ。アタゴノで終わっちゃってるよ。先生を大事にしないと。で、頭の中で何かが、その回、この回帰は誰が手に入るんやろうか。あの、あ、かぶっちゃった。芸人妖怪陣痛です。じゃあ装備はあの使わせてもらいます。もう余裕で進撃ですね。あ、もうお前か、そんな やる気ないタイプの。もうお前が出ると俺なんかね、気のせいかもしれんけどね、お前が出ると大体ね、嫌なルートに行かされる気がするんよ。ほら、ボスルート外れた。お、でも鋼材か。まあうまいっちゃうまいか。で、これ単純なルートに見えたけど、よく見たら羅針盤で2回型に行けんのか。で、それでもしルート外れた時の敵が低空母とか積んでるやん。わあ、これ結構やりにくいね。うわ、やっぱラスボス羅針盤や。てか、おびただしい量の、ちょっと弾幕薄いよ、何やってんの。というか敵が多すぎるだけか。え、何この航空戦力の多さは。耐え抜いて。あ、タゴさん食らったか。まんべんなくダメージ食らってる感じやね、うん、よし、オッケー、落とした。雷術戦、うん、ここで重心物した。うん、どうする、追撃。うん、どうしようか。いや、せっかく来たんだからやってこうや。追撃戦に移るくま。か、あ、でもこのまま追撃しなくて勝利 B の判定でもよかった。いや、でもドロップ率がどうこうこうこういうお話もあったんで。おっと、来た、しびれる 12.3 連走法、3連続。よく狙って、よし、無傷。そう、向こうも無傷。そう、当たんない。まあいいわ、勝てた。いや、でもせっかく野戦したんやったらね、 S が欲しかったかな。私の実力分かってもらえましたか。で、俺赤城さんがおることちょっと忘れてるわ。やばいやばい、あそこで野戦したらいけんかったかもしれない。あ、作戦終了、報告見ろかな。ああ、怖い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 ぞ。今僕は、皆さんマウス見えないと思いますが、赤城さんにカーソル合わせてます。あ、そうだ、その前にクマはどのぐらいか、10の13。アタゴさんはどうか、16の33。赤城さん何歩ですか。はい、ドン24、うん、まあソリルさんと同じぐらいじゃない。で、防気サイトが今4090。防気サイトどれぐらい食うのかと、それがポイント。強くなったクマ。で、ここから出ると防気サイトが4090からいくら減っているのか。僕数学の偏差値はね低かったんで。4ダクマ、え、これどうなんやろ、かなり減ってるってことにいう認識でいいの。ん、まだやさ、まだ甘い方か。前は入居空いてるね。いすずかかるな。早いとこいすずを改造したいんだけどな。あがりさん、じゃあ勝破69分の45と。あ、24分、うん、勝敗やったらまあ全然大丈夫やね。でもその前にどうしようか。従順の皆さんどうしようか。ちょっとまあ先に駆逐艦に入ってもらおう。もうちょっと修理してきますね。ちょっと、今日はですね、レベル上げの方にね従事していく感じでいこうかと思っているので。あ、クエスト、お疲れ様です。クエスト
顎作戦達成。これはうまい、これはうまい、やった、よっしゃ。ロゴ作戦っていうのがあるのいろんな作戦があるよね。敵輸送船団を捕捉撃滅というね。なるほど、輸送船団がまだ出てないんですけれどもね。でこの、そうです、これは艦隊のこの延べ補給、各艦に延べ15回以上の補給って、これさっきからですね、僕これやってから、1の1を5、6週ぐらいしてるんですよ。で忘れずにね、こう補給ちゃんとしてるんですけれど、なかなかこう出てきてくれないんですよね、達成になってくれないんですよね。でちゃんと遂行中になってたのはもうもちろん確認してるんですけれども、どういうことなんですかね、あれは。まとめて補給するのがいけないんですかね、一人ずつ補給しては、もう出て補給しては出てっていうのを繰り返すのがいいんですかね。まあその辺のところでちょっと詳しい説明の方、もしですね差し支えなければよろしくお願いいたしますと。でですね、皆さんからのねコメント、引き続きたくさんいただいています。本当にありがとうございます。それでですね、やっぱり建造しすぎじゃないかという意見がねあるんですけれども、そこはですねちょっともう効率よりも効率が悪いのはですね、僕も実は重々承知なんですよ、重々承知なんですけど、この建造のこのワクワク感というか、なんというか、なんかドロップ以上のロマンがあると思いませんか皆さん。まあ同意してくれる方いるかどうかわかりませんが、なので僕ね、はっきり言ってしまって建造中毒なんですよ、もう中毒です、中毒、もう建造押さずにはいられないと、そういうことなんですよ。で一刻も早く僕はね、金剛さんに出会いたいとね、前の動画でぶっちゃりましたね。で春菜さんにも出会いたいんですよ、演習でね、春菜さんのね凛々しい姿をねいっぱい見てるんですよ。でもうそのねロマンに勝てないんですね僕ね、もうクリエイター気質なんでね、もう絵ばっか描いてるんでね、もうそれロマンとかにこだわっちゃって仕方がないんですよ。なので、ね、効率、皆さんのちょっともどかしいところはあるかもしれませんが、それは運営の罠だよって優しく言ってくださる皆さんもいるかもしれませんが、申し訳ありません、僕はその罠に飛び込みます。じゃあもうこれ以上もったいぶってもなんなんでね、それにね、もう今日はねもうちゃっちゃと寝るつもりなんでね、あ100でいいんだ、なのでねもうねやっちゃいますよ、もう僕は止めたって無駄ですよ。よし、戦艦レシピを引き続き回していこうと思います。それですね、最近クッキークリッカーっていうの流行ってますよね、クッキーね、僕もですね興味あってですね、あのクッキー紅茶にたくさん合うと思いませんかね皆さん。で僕紅茶大好きなんですよね。でそろそろねあったかい紅茶が美味しい季節ですよね皆さん。僕の陳述でもね、そろそろね紅茶とねクッキーをね大量にね仕入れようかと思ってるんですよね皆さん。ちょっと待って、よしそううまくはいかねえか、まだだ、まだ終わらんよ、もう一回回すぞ、もう二回回すかもしれないな、もうそろそろ寝る時間やしな、よし、ののしりたければ好きなだけののしるがいいさ、俺は建造するぜ、ほら来た、美味しいクッキーの匂いに誘われて来たんじゃないんすか、来たんじゃないんすか、これはよし、炙っちゃって炙っちゃって、心臓管ができたくま、さあ誰かな、まあ、誰が来てももう戦艦で時点で嬉しいけどね、かぶり以外は。総型戦艦姉妹、妹の方山城です。総姉様見ませんでした、えこんなことあんの、マジで、嘘、
嘘やろ、嘘やろ、え、マジで嘘やん。え、怖い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 、なんこれなんこれなんこれ、ちょ待って、え、俺これ伝説の動画違う、これねえ、面白いか、あの俺の実況とか面白いかどうかはもう置いといてさ、これ俺カンコレのさ歴史に残るぐらいの、これ名シーンってか、これすごい瞬間じゃない、これすごい確率じゃない、もうちょっと怖い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 、何これ何これ何これ、え、嘘やん嘘やん嘘やん、こんなことってあるん、え、あ、ちょ、怖い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 、何これ、一周回って幸運と言っていいの、いや、もう素直に悪運と言った方がいいの、え、ちょ、やだやだやだ、ちょ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 、もう麦茶一気に飲みましたわ、もう、え、ちょ、やだやだやだ、体熱くなってきた、もうめっちゃ汗かいてきた、怖い怖い怖い、もうどうしよう、もうエンディングトークに話すこととかも全部忘れたわ、とりあえず、山城さんの方ですね、かぶったということで、そうさ、装備を剥ごう、装備剥ごう、返そう返そう、ちょ、バイ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 、え、なんこれ、これもう動画としては神だよね、え、ちょ待って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 、俺、山城さんあの時にどうだったの、ちょ待って、もうこの簡単に消そう、あ、なんか緩いに開けんの、あ、じゃあ 1でいいよ、1で、うん、あ、猫とっぽい、猫とっぽい、ちょっと待って待って待って、呼んだくま、ちょ待って待って待って、ちょっと待って、うん、山城さん4ね、じゃあこの山城さん1の方の山城さんが2号ということでよろしいのね、じゃあ皆さん、この山城さんはですね、いつか近代化改修に使わなければならない時がですね、当分先になるでしょうが、遅から早いからいつか来ると思いますので、ですね、有効活用方法を皆さんから募集したいと思います、もう遠慮なくもうねコメントたくさん送っちゃってください、え、もうちょ待って、もう俺などんなリアクション、え、どんなリアクションしていいのかわかんねえよ、もうどうしようか、もうどうせ寝るんだったらもう一回戦艦レシピ回すか、もうもうもう頭もおかしい、もう頭おかしいなってきたわ、1,2,3,4,1,2,3 もう 1,2,1 1,2,3 と、もうこの建造がね、もうこれでまさか山城さんが出るってことはないよね、さすがに。それはないよね。うわ、また戦艦来た。え、ちょっと待って。待って。嘘やろ。いきます。じゃあ、やっちゃいます。誰？もうどうなんのこれ。心臓管ができたくま。誰？誰誰？長戸型船の2番艦のムツよ。ムツってえ？あまり火遊びはしないでね。お願いよ。え、これめっちゃレアなやつやないっすか？え、ムツってえ？いや、え、だって長戸型2番艦でしょ？え？確か長藤型って確か全部レアなんじゃなかったっけ？え？そうじゃなかったっけ？え？俺の間違いだっけ？え、どうなんだろう？で、今、アイテム高速建造材、ああ、そう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 。遠征で高速建造材が大量に手に入ったんでね。じゃあもう、もったいぶらずにね。あ、もう先にこっち見せた方が良かったかもしれなかった、知らないですね。はい、じゃあ誰ですか？意外とね、従順もね、大事な人が出てなかったりね。心臓管ができたくま。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれもらいましょう。誰でしょうか。私が超買っちゃいましたね。
よろしくです。ただ従順用の装備がですねまだちょっとあんまし整ってないので、装備を剥ぐと考えるだけでもですね実は結構有益だったりね。鳥海さん、はい、20点。ええ、ちょっ待って、装備2つ積んでたやん今まで出てきた中。ちょ、もうそういうのやめよう。はい、いやー嘘でしょこれ。俺なんなの、なんかついてるよ俺の後ろ。ちょっと怖い怖い怖い、なんか背後霊とかおらんよね、怖い怖い怖い。今日はちょっとあまりにちょっと不思議すぎて、もう、追いついてません、頭が。で、なんだったっけ、お手元のメモによるとですね、なんだったっけ、ですね、すいませんね、お手元のメモがちょっともうびっしり状態でね、そろそろ新しいメモを用意しなければならないなということで、ですね、じゃあ最後にあれ聞こう。ですね、あんまし大きな声じゃ言えないんですけれどもね、DMM のですね、この間エロゲーについて聞いたんですけれどもね、ガチのあのソフトの方をですね皆さん答えちゃって僕の説明が悪かったですね。あの DMM のですね、あの無料でできる方のですね R18 のコーナーのエロゲーでですね、おすすめがありましたらですね、ちょっと教えていただけないかなということで、皆さん提督での中ですね、あの激務でしょうからね、そんな暇はないかもとは思いますがね。はい、それでは、失礼いたします。なんで建造しちゃったんだろう。